では1レース走られます熊本117キロの松岡選手です。よろしくお願いします。お願いします。1レースの一番車ってことですけども何回目ぐらいですか。いや多分 2,3 回目ですけど、うん、関東地区でまさか選ばれるとは、はい、びっくりしました。最近ですとあの G3 の決勝進出で、まあ、記念あの前走の福井記念の決勝進出でしたけども状態はいかがですか。そうですね、最近またいい感覚が戻ってきているので、まあ、今回もいい、まあ、見せ場作れると思います。まあ、熊本がもうすぐ再開してもバンクも最近乗れるようになったと思いますけどもバンク練習とかもされてるんですか。そうですね、まあ、若手も先輩方もみんな集まって、まあ、毎回20人ぐらいいるんでもう渋滞してます。乗った感じとかはどうですか。まあ、500から400になって、まあ、500を走られたことは、まあ、練習ではありますけど、はい、まあ、でも軽くて、まあ、ちょっとなんか完登がきつくてスピードバンクなのかなとは思います。はいはい。初日なんですけども、桑原選手と堤選手が、まあ、西日本だといるんですけども戦い方はどうでしょうか。まあ、ラインの先頭自力で頑張ります。では最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、明日見せ場作って1着取れるように頑張ります。応援してください。